ひさし台集団は中華人民共和国関東昇進戦士に本拠を置く不動産開発会社1996年に拠権が設立創業者の元や印は中国政府による住宅制度改革によって不動産需要が伸びることを睨んで1996年38歳の時に不動産会社ひさし台を設立した元の目呂見通り会社は 飛躍的に成長を遂げ、2009年に香港証券取引所に中国久し代として上場し、会社の時価総額は72億200万ドルまで上昇した。久し代集団の事業手法は、中国都市部の不動産価格急騰を背景に、自社の株式や不動産を担保にした多額の借入金と投資家からの資金をもとに土地を素早く取得することで購入した。 不動産価格の値上がりによって、バランスシート上の資産額を増大させ、加えて、開発による売却益により、収益力が増大することで、会社の時価総額を大きくさせることで信用を勝ち取ることにあった。不動産事業だけではなく M&A による多角化も進めており、2010年にプロサッカークラブの、公衆足玉クラブを参加に収め、公州久さし大足玉クラブとして、 中国サッカースーパーリーグ7連覇と AFC チャンピオンズリーグを2度制覇するアジア屈指のビッグクラブに成長させた。さらに、久し代表選ブランドのミネラルウォーターの販売やレアルマドリードとの提携でサッカースクールの久し大足玉学校の運営といった事業を行っているほか、観光業やインターネット関連サービス、保険、ヘルスケアにも投資を行って事業の幅を広げ、 2018年頃からは、電気自動車事業への進出を計画し、2020年8月3日に EV6 車種を一斉に披露。同年9月1日には、病院や老人ホームなどの経営を手掛けていた、久し大健康産業集団を、中国久し大新老元記者集団に、社名変更して EV 事業会社とした。当社は、同族経営であり、2019年時点では、 グローバルファミリー企業500社ランキングで25位にランクインしていた。2020年9月末から10月にかけて中国当局が不動産市況のバブル抑制とそれに伴う不動産会社の財務改善を念頭に資産に対する負債の比率が高い企業に対して金融機関などによる融資を制限する動きが出たことを受け、久し大集団が債務不履行に陥る。 可能性があると報道された。久し代は財務の健全化に向けて土地の在庫を3分の2まで減らすと発表し、2020年9月7日より1ヶ月間すべての物件を3割引きで販売した。9月10月。ありがとうございます。